決勝戦特別ルール、バスケットボール、ゴールポスト6つあります。例によって複数ボールの間は一切中断なし、ラインを割ったボールは使用できません。ゴールした後のボールを使ったら反則マイナス7点、ゴールを壊したり変形させたら即退場です。一番上は30点、高さ10メートル、真ん中2つは7点、高さ5メートル、一番下は2点、高さ3メートル。スリーポイントラインの外からシュートしても同じ点で、コートの広さは通常の3倍です。試合時間60分でインターバルなし。貴様ら、俺は無性に機嫌が悪い。さっきの6人と同じ目に遭いたくなかったら。わかってるな。試合開始。あっさり見切られた。打ち切れてるのに冷静だ。空中で僕を踏み台にした。もはや空中で一時停止しているのと変わらない。バンバン黒竜拳。後ろに目があんのかよ。黒竜拳。追いついたことは褒めてやる。ボールの回転を加速させている。ドバ。そんなバカな。ボールの回転だけで必殺技が跳ね返された。いきなりダンク。アクセルセーバーズ30点リード。ダメだ、見切られている。手も足も出ない。この男新域にいる。どうした、そんなもんか。ユニフォームにチリ一つつかずに終わっちまうぜ。複数ボールにあるまでできるだけパスで回そうと思ったのに、あっさりインターセプト。新生アレクサンダー。む、変わった。デストロイヤーズ陣にてクロスと武藤が対峙。両チームのサポメンはアクセルセーバーズ陣に集結した。マクロカリスマね。リーチが長い方が有利と判断したか。木刀を含めたやつのリーチは約半径 5.5m。 まあ7メートル見とけばお釣りかな。サッカー、ラグビー、フットサル、対戦種目は足技中心だったから、ほぼ改造だけ使っていたのはラッキーだった。ガオランド戦での敗因の一つはキャラに固執してしまったこと。アレクも天草も武藤はほぼ知らない。未知数だと牽制になる。陣形から見てやつの狙いは複数ボール導入後の得点となると、サポメンを潰させてはくれまいとか俺が考えてると思ってんだろ。仕掛けてきた。牽制にならない。何が来ても逃げ切れるからな。ドライブの最高地点で加速する。うん、追いついてくるか。さっきより速い。細かいボディフェイクで相手を先に飛ばす。気でいたが俺が飛ぶのも待ってんのか。飛んでくれたら逆に楽。一時停止できてもある程度の自由が制限される。サポメンを潰すつもりか。いや、フェイク。サポメンを潰しに行く最中に攻撃を受けることの方が嫌なはず。ボールを持っているなら追いつける。後ろに飛んだ。やはりサポメン潰しか。後ろ向きに加速。正面を見たままで自陣へ移動すれば隙ができない。ブラスターソード。剣圧を飛ばしてきた。ちっ、こっちが一人やられた。俺とやつの延長上にいたから、むしろ計算してやったのか。あの技おそらく 2,3 秒のためが必要。実際至近距離の連続攻防で使わなかった。サポメン潰しではこっちが不利となると、やはり間を詰めた方が得策か。ボーナスに使う。飛んでくる速さが最初の剣圧と同じ。全て見切れる。マクロカリスマは自己暗示の特性上、動きが低気になりやすい。威力、スピードともに凄まじいが、肩以外の変化に乏しい。遅い。ため時間が短く、低威力遅速で打つことができるのか。わざと同じスピード以外出せないように見せたのか。まずい。距離を詰めたところで遅めを出されてタイミングが狂い出した。おっ、うっげおか。途中までわざと同じスピードしか出せないように見せたのか。マクロカリスマの特性も見越して、距離を詰めたところに遅速でタイミングを合わせるために自分の加速でカウンター食らっちまった。リーチの測定幅ももっと広く設定し直さねば。ユニフォームにチリ一つつかせないんじゃなかったっけ。シャワーシーンへのフラグだ、ボケが。